皆さんはスクラッチというビジュアルプログラミング言語は知っていますか？無料で使えて遊び感覚でブロックを組み合わせるだけで子供でも簡単にプログラミングができるスクラッチはプログラミング学習に最適です。この動画ではそんなスクラッチの特徴やスクラッチで学ぶメリットを紹介するので、ぜひ最後まで見てくださいね。この動画が参考になったらチャンネル登録とグッドボタンを忘れずに。こんにちは。早速スクラッチとは何かについて紹介していきたいと思うのですが、その前に今回の動画の内容を確認していきましょう。この動画を見ればスクラッチとは、スクラッチの3つの特徴とは、スクラッチを学ぶ3つのメリットとはを知ることができます。スクラッチについて詳しく解説している記事もあるので、この動画と一緒に見ることでより詳しく知ることができます。この動画の概要にリンクがあるので、動画を見た後に読んでいただくことをお勧めします。それでは早速スクラッチについて解説していきましょう。まず最初にスクラッチの概要について紹介します。スクラッチは子どもの学習のために開発されたビジュアルプログラミング言語です。ビジュアルプログラミングとは、文字を入力せずに画像のアイコンを選択して組み合わせるだけでプログラミングができる仕組みです。おもちゃのブロックの感覚で作れてしまいます。スクラッチではブラウザやスマートフォンの画面でブロックをドラッグ&ドロップして組み合わせることでプログラミングを行います。ブロックには動かす、喋る、キー入力処理、計算、条件分岐といったさまざまな機能があり、画像や音声もフリーのものがたくさん登録されているので、すぐに作ることができます。見た目もカラフルな可愛らしいデザインで、子供が楽しみながらプログラミングができて、アニメーションやゲームを簡単に作ることができるのです。2020年から小学校の義務教育でプログラミング学習が必須になっていますが、スクラッチは文部科学省が推奨していて、授業で最も多く使われています。スクラッチは無料で、パソコンやタブレットがあればすぐに使えるので、コストもかからず理想的な教材といえますね。スクラッチは今はまだ大人の間では知名度はありませんが、子どもたちは皆スクラッチでプログラミングを学んでいるので、いずれ知らない人がいない教材になることでしょう。次にスクラッチの特徴を説明します。スクラッチは無料で簡単に使える、さまざまなゲームを作れる、作ったアプリケーションを全世界に公開できるといった特徴があります。スクラッチの最初の特徴は無料で簡単に使えることです。インターネットでスクラッチで検索すれば、トップにスクラッチのサイトが出てきます。スクラッチはアカウントを作らなくてもすぐに無料で使うことができます。トップページのスクラッチ .mit.edu の上のメニューの作るを選択すれば、すぐにプログラミングを始められます。作ったアプリケーションは自分のパソコンにダウンロードして保存することができます。再開するときは保存したファイルを読み込ませれば良いのです。なお、アカウントを作成すれば自作のアプリケーションをネット上に保存することができます。アカウントの登録は無料で利用料もかかりません。このようなサービスは普通なら無料と有料のプランで使える機能に差があることが多いですが、スクラッチは全ての機能が無料で使えるので安心して利用できます。次のスクラッチの特徴は様々なゲームを作れることです。スクラッチは初めてでもチュートリアル通りにやれば簡単なアニメーションをすぐに作ることができます。そしてゲームを作るのもそれほど難しくはありません。矢印キーが押されたら絵を動かす、ゴールに着いたら次のステージに移るといったブロックを組み合わせるだけでゲームができるのです。スクラッチで作れるゲームは、例えばボールを動かして目的地を目指すゲームや、足し算をして計算のスコアを競う簡単なものであればすぐに作れます。また手間をかければスーパーマリオのようなジャンプアクションや、宇宙船で敵を撃つシューティングのような本格的なゲームも作れるのです。スクラッチではそういったゲームがたくさん公開されていて、全て無料で遊ぶことができます。子供はまずゲームで遊んでいるうちに自分でも作ってみたくなるでしょう。スクラッチの最後の特徴は作ったアプリケーションを全世界に公開できることです。スクラッチはアメリカのマサチューセッツ工科大学メディアラボで生まれたサービスで、世界中の子どもたちが利用することを目指しています。
クラッチは世界中からアクセスできるため、スクラッチで公開すれば海外の人々にも遊んでもらうことができるのです。子どもは自分の作ったゲームが世界中の人々に遊んでもらえることで大きなやりがいを感じて学習意欲が高まることでしょう。ここまでをまとめると、スクラッチの特徴は無料で簡単に使える、さまざまなゲームを作れる、作ったアプリケーションを全世界に公開できるといった3つがあるということです。最後にスクラッチを学ぶメリットについて説明しましょう。スクラッチを学ぶメリットは、インターネットブラウザで実行できる、直感的に作れるので挫折しにくい、論理的思考が身につくといった3つがあります。まず最初はインターネットブラウザで実行できるというメリットです。普通のプログラミング言語を利用する場合は開発環境の構築が必要です。これはプロのエンジニアでもつまずくことがあるほど手間のかかる作業です。ところがスクラッチはインターネットブラウザだけで全ての作業が可能です。準備が不要なので、パソコンだけあれば子供でもすぐに始めることができるのです。またスクラッチはシンプルな画面でとても軽量なので、スペックの低いパソコンでも問題なく動作します。ただしブラウザでスクラッチを利用する場合は、ネットにつながったオンラインであることが条件になります。ネットにつながないオフラインで利用したい場合は、スクラッチのアプリケーションをダウンロードする必要があります。それでも普通のプログラム言語よりはずっと簡単に使えます。次のスクラッチのメリットは、直感的に作れるので挫折しにくいことです。スクラッチのビジュアルプログラミングで使うブロックはカラフルでおもちゃ感覚で使えます。そして機能の説明はすべて日本語で書かれています。普通のプログラミング言語はどれも英語ですが、スクラッチは日本語にも対応しているので、初めてでも直感的にすぐに使えるようになるのです。また動画やスライドの分かりやすいチュートリアルが豊富にあるので、長いマニュアルを読まなくても使い方を簡単に覚えられます。それでもゼロから作るのが難しい場合は、他の人が作ったプログラムを元にしてリミックスで作ることもできます。スクラッチは挫折しないような配慮がされているのです。最後のスクラッチのメリットは、論理的思考が身につくことです。論理的思考はロジカルシンキングとも言われます。ロジカルシンキングは与えられた課題に対してそれを実現するための要素を抽出し、それぞれについて根拠を考えて課題をクリアする能力のことです。ロジカルシンキングは子どもの時に身につけることで、その才能を大きく伸ばすことができます。そしてスクラッチはロジカルシンキングを伸ばすのに最適なツールなのです。スクラッチでゲームを作る場合、まずそれを構成するキャラクターや背景や音、絵を動かす処理やキー入力処理といったゲームを構成する要素をリストアップします。そしてそれぞれを作ることでゲームが完成します。この手順はロジカルシンキングと一致します。スクラッチで学習することで子どもの思考能力を大きく伸ばせるのです。ロジカルシンキングは子どもが将来プログラマーにならなかったとしても、勉強や仕事でとても役に立つでしょう。学校でのプログラミング教育以外でもスクラッチをたくさん使わせて、お子さんのロジカルシンキングの能力をぐんと伸ばしてあげたいですね。最後に今回の動画をまとめると、スクラッチは小学校のプログラミング教育で必修のビジュアルプログラミング言語。スクラッチは無料で手軽に使えて、自作ゲームを全世界に公開できる。スクラッチはパソコンのブラウザで簡単に使えて、直感的に使えるので挫折しにくい。スクラッチは子どもの論理的思考を養うのに最適で、将来プログラマーにならなくても役立つ。こちらになります。今までスクラッチがどういうものかわからなかったという人も、この動画を見てスクラッチの魅力がある程度は分かったと思います。この動画が参考になったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントもしていただけると嬉しいです。これからも分かりやすい動画をどんどん配信するので、楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。